ちなみに第一声はどこでやるのか、あと何を訴えるのかを伺いました。そうですね、まずは先ほども言ったように山口県の湯田、うん、ここ中心なんですけど、まあ、ここをまあゆっくりと、まあ、選挙カーでは回ろうと思うんですけど、まあ、まずその、まあ、選挙カー止めて街頭演説は必ずもう1日以上やろうと思ってます。他のその地域、あの市ではそんな長くとどまることはないと思うんですけど、まあ、いろんなことを、まあ、法律的にそれを妨害することになったら主人逮捕とかもありえますけど、でもそういう問題はないですよね。アンチが突撃してきたりとか、そういう演説中に。ああ、だから有形力の行使って何かこれできたりしたら捕まえていいけど、そうじゃなければ問題。なんかと写真、例えば動画撮るとかは別にいいんですか、ね、近くで。こうやるの、まあ、それは逮捕ですか。いや、別に動画近くで撮られるから逮捕したらファイン。マジですか。いや、ただあまり近くで歩くところを妨害するとか、そういうのはまだちょっと状況だけども、基本的には有形力の行使がなければ、あの逮捕しちゃいけないというか、それはもう当然、公人なので、撮影されることについてはもう全面的に許容しなきゃいけない。今回実はそこが一番懸念されるところで、回るところも考えないといけないんですよ。うん、自分でアンチも多いし、その YouTuber、まあこういう動画っていうのは、正直あんま伸びると思うんですけど、突撃って自分が嫌がってるようなやつって問答無用で伸びるんですよ。なのですごい考えてるんですよ。選挙カーから降りないかとか、あのそれでもやっぱりそのわざわざ来てくださった人の目の前で、山口県民の前で謝りたいんですけど、どうしても自分が今までやってきたことの自業自得だったり因果応報で、そういうの懸念されるんで、正直あのすごい悩んでます。どういうふうに回っていくのか。じゃあ凱旋スケジュールとかはあまり公開できない。やっぱり公開しちゃうとその YouTuber とか来ると思う。それはちょっと説明するか。あのごめんなさい、通常の YouTube の撮影と選挙運動とはもう全く違うので、あの守られます。手塚君が守られるので、あの通常だったらこれがちょんと当たる、お前ちょっと向こう行けようぐらいだと、あの捕まえたらできないんですけど、あの公職選挙法の自由妨害罪って言って、もう押したりとか、あの近くでカメラを持ってきて体に当たった瞬間に逮捕してもいいレベルになるので、あの逆にあのヘズマ君がこういうことをしてたから、彼が立候補してるからやっていいんだということで、の知識のない方がヘズマ君の体に触れたりとか、振動妨害をしたりとか、あのいわゆる演説ができなくなるような長時間大きな声で妨害したりとかっていうのは、あの公職選挙法上の自由妨害罪に当たる可能性がありますので、あの逆にあの集団で来られたらちょっと危険、いわゆるそのなんていうか SP でこう殺さなきゃいけないとか怪我をさせなきゃいけないみたいな形だと普通出さないんですけど、まあ、彼の場合は命の危険は多分ないと思うので、そういう意味ではあの全然行く場所はむしろ公開しないと、あの君に会った話したいという証拠はすると厳しいと思うし、逆にあの例えば10人ぐらいで囲まれたりするともう即警察呼べば全然問題ないので、まあ、そういう意味ではあのこれからそういうのレクチャーしますけど、もしヘズマ君に対して彼が例えば僕が見たのはラファエルさんに対しての対応、ああいうことをするとあのレベルになるともう完全にあのアウト、いわゆる自由妨害罪という選挙特有の犯罪になりますから、ちょっとあの YouTuber で彼に、突撃しようとする方についてはそこは気をつけていただかないと、あまり危険なというか、そういう迷惑になるようなレベルがそのまま結構重い罪になるので、そこだけは注意喚起しておきます。私も2014年大阪市長選挙の時マックさん取材してたんですが、はい、橋本徹さんの陣営がマックさんにつかみかかったら、それ自由妨害で2人、まあ、逮捕まではさすがにやっぱ市長陣営だったんでされなかったですけども、後で書類送検だったんで、選挙期間中は本当立花党首おっしゃる通り自由妨害が成立するんで、あのそこだけも安心していいんじゃないかなという気がいたします。守られるんですよ。それであれば、まあ、どこに行くかぐらいは
発信しようと思う。あ、違う、SNS ってこれあんま使っちゃいけない。ええ、あんまじゃん。どんどん使ってください。あ、じゃあ、それであれば Twitter で発信しようと思います。今日のスケジュールみたいな感じで、どこもありますか。最後に、立花投手応援に入るご予定とか、どう考えていらっしゃいますか。ですね、僕と立花さんとはその辺話してないんでよくわかんないんですけど、もうすでに供託金とかその出してもらう約束してもらいましたし、山口県なんでやっぱり、まあ、そのインフルエンサー呼ぶっていうのもあるから力借りてるっちゃ力借りてるんですけど、まあ、そこは置いといたとしても、もう力は借りたくないです。それで1万票っていくじゃないですか絶対。立花さんの力を使わずに自分の力だけでいきたいです。まあ、それだったら無所属で出ろって話なんですけど、それはもう供託金が出してもらえないんで、そこは分かってください。候補者は大抵当選を目指しますが、当選はあまり視野には入る。当選は確定すると思ってます。はい、もう最低限1万票いかなければもうその SNS をやめるという宣言をしました。目標は当選という。目標も確定の当選。ありがとうございます。はい、どうぞ。はい。はい、同じくフランステーの高橋と申します。ですね、もう確実に当選をする意気込みですが、当選の暁に政治家ケズマ龍としては、どのようなことに一番力を入れたいポイントですか。そうですね、力入れたいところまずそこで考えてないですね。政策はまだこれからお考えということで、ちょっと最初の程度かぶるかもしれないですけど、やっぱ SNS うまく使いたいですよね。山口県の市議会議員とかそういう議員でSNS うまく使ってる人正直一人もいないんですよ。で、唯一一人、牛見さんって方がいるんですけど、その方は2年前に自分クリーンな時にコラボしてるんですよ。でもそれでも、フォロワー1000人しかいないし、間違いなく当選したら山口県で一番の拡散力を持ってるんで、そこはうまく使っていきたい。ということなんですけれども、NHK から取材をされた場合、それはご視聴にはなられるんですか。はい、そうです。ありがとうございます。どうぞ。はい、はい、使えますか。先ほども自身もおっしゃった、まあ、その文化応募というか自分がやってきたことがというのもありましたけど、はい、その意味ではその迷惑系 YouTuber というのはある意味で草分け的な存在だったと思って、はい、まあ、それがその割と、いろんなところでそれが広がっていろんなその、変な後継者というかがいっぱい生まれているという現状についてのこうご自身の責任を感じることがあった。その模倣犯とかですかね。けど正直自分命かけてやってたんで、自分ほどの迷惑系 YouTuber っていないと思うんですよ。で、逮捕されたやつも中途半端が多いですし、あれだけ迷惑かけるやつって他にいないし出てこないと思うんですよね。それは中途半端なやつであって、自分の模倣犯は個人的にはゼロだと思ってます。もうこれ以上出てこなくないですかね、エズマリューの模倣犯的なの。だってもう広告使うし金にもならないんですからね、やる意味がなくなってるんで、そこはでも自分は出てきたのであれば申し訳なく思ってますし、そいつに対しては発信したいです。お前やっても意味ないぞ。でも今のところ正直 YouTube すごい見てるんですけど、逮捕された YouTuber 迷惑かけたやつってそんないないと思うんですよ。模倣犯っていますかね。エズマリュウ、エズマリュウの弟子って言ったじゃないですか。弟子、川岸浩二。そうそうそう、肩の上なんか、あれか、あ、しょうもねえ、しょうもねえ。今覚えてる、その川岸浩二。この会場に10人くらい知っとる人おる。川岸浩二知らないでしょ。みんな知ってた。 NHK 党から立候補する予定なかった。それは言っちゃいけんわ。それはもう、わきまえ。
はい、あちょっと今、ごめんなさい、まあ、迷惑系 YouTuber っていう意味では、走りが誰ですかって言ったら、僕が多分相当走りだと思うんですけど、10年、ちょうどもう来月で11年になって、僕もチャンネル番4回されていて、まあ、NHK の周期に追いかけるっていうのがあって、まあ、ただ今、多分ラファエル君とかも、まあ、ヒカル君なんかもある意味迷惑系、そうなんですよ。だから時代が違っただけなのかな。もう逆に言うと本当に今売れてるインフルエンサーとか YouTuber っていう人たちって最初はすごい迷惑系、まあ、仕方もそうなんですけど、それでやってきたのがどっかのだからラインですごく厳しくなっちゃって、で迷惑系ができなくなったので、まあ、できなくなったところで逆に唯一彼がやっちゃったみたいな流れなので、逆にこの時代によくまあ迷惑系でいったなと、すぐバンされて収益なくなるので、皆さんがこう僕も含めて迷惑からそうじゃない方向に、まあ、僕は自分で迷惑系やと思ってないんですけど、まあ、ただそういう方向に行った中なので、彼が何か走りとかではむしろなくて、迷惑行為をしてもう思いっきりこう、まあ、その度合いが強かったんで、迷惑の。それで捕まったみたいな感じなんで、もともと YouTube とかそういうライバーっていう人たちには、なんか無免許運転そのまま捕まった人とかもね、いますよね。生放送中に現行犯まで逮捕された人もいるので、そういう意味では結構むしろ減ってきてるんではないかなとは思ってますけど、はい、逆に、僕も彼は実際 YouTube チャンネル出せないので、まあ、そういう意味ではこの後格闘家として、やっぱり仕事としては今先ほどタレント業みたいな感じで言いましたけども、まあ、彼が今できる仕事っていうのは格闘家なのかなと思っているので、夢明け YouTuber っていうのはもうやっても儲からないし多分人気も出ないと思っているって、そんな感じですかね、はい。